R2D2 の特別塗装機を発表をいたしました。これを皮切りに2020年3月まで5年間にわたってスターウォーズプロジェクトを指導していこうということでございます。今年の12月に公開されるスターウォーズエピソード7フォースの覚醒に登場する新しいキャラクターの BB-8 が描かれております。今年12月18日からまたスターウォーズのストーリーが続きます。 ANA のスターウォーズ飛行機が飛び始めます。かなりかっこいいですよ、この飛行機。5年間でやる予定でございまして、スターウォーズプロジェクトその間いろいろ ANA さんと楽しいイベントとかプロモーションの結果をしていきますので、それも楽しみにしてください。3、2、1、どうぞ。I know you're all very busy. The five-year promotion between ANA and Lucasfilm will bring the first aircraft ever sporting a Star Wars design to the world's skies. もちろん30周年に向けていろんな取り組みはやっていきたいと思うんですが、冒頭お話しあったように5年間の契約をいただいておりますので、実は30周年も含めて、それからオリンピックも含めてですね、この5年間の中のいろいろなイベントの中にうまく、こうしたラッピングじゃないか、塗装を新しい塗装をした特別塗装機を使いたいなと思っております。ANA スターウォーズプロジェクトでは様々な企画を準備しております。ぜひご期待をいただきたいと思います。